どうも陣内智則です、今回のネタは校内放送。これも僕すごく思い出のあるネタで、以前ね、僕が一番最初に作ったネタ、悩み相談っていうネタあったんですけど、その次に作ったネタで、これ初めて音を使った一発目のネタです。このネタで僕は ABC 新人お笑いグランプリで優秀賞をもらったネタなんで、悩み相談とこの校内放送2本しかない時に優秀賞もらってるんですよね。すごいすごい才能だったんでしょうね、やっぱりね。ということで、思い出のネタです。校内放送ご覧ください、どうぞ。あー、今から期末テストか。これ赤点やったら留年やからな。しかも数学か、全然勉強してへんな。とりあえず乗り越えなあかんな。あー、始まった。X プラス Y イコール1の時、X 二乗プラス Y 二乗の時の値を求めよう。全然わからへんなこれ。テスト中失礼します、はい、問題に間違いがありますので訂正いたします。なんやろ。問い3の問題なんですけど、はい、ひろし君が時速5キロの速さで10キロの道のりを歩きました、はい、さて何を作っているのでしょうか、うん、という問題は間違いです。いや、そりゃそうやろ、間違いやろ。ひろし君をよしこちゃんに変えてください。いや、それだけかい。そこだけで絵の訂正すんの。よしこちゃんが時速5キロの速さで10キロの道のりを歩きました。さて何を作っているのでしょうか。朝ごはんでよ。テスト中失礼します、はい。3年6組の横山、3年6組の横山、至急職員室まで。おい横山、呼ばれてるぞ、お前行ってこい早く。なんかしたんちゃうかお前、行ってこい。うるさいな。4組の貧乏の田中くん。なんちゅうことだよ。貧乏の田中くん。言うな貧乏って。山田くんの給食費がなくなりました。さあ職員室まで。いや疑いすぎやろ。いやさあはおかしいやろ。なんやもう犯人確定みたいに言うな、かわいそうやろ。めちゃくちゃやな。さあ職員室まで。言うな、かわいそうに。うるさいな。今心の中でハニーフラッシュって言ったやつ、職員室まで。いやみんな言うわ。言うたわ、お前ハニーフラッシュ言うたわ。みんな行くわ職員室。邪魔すな、何留年すんねんて。あかん、めっちゃうるさいなこれ。大東先生、職員室まで。いやピンポンパンポンのリズムで言うな。ピンポンパンポンのリズムで斉藤先生職員室呼ぶな。立つわもう。ピンが1個多かったことを訂正します。いや多かったな。ピン多かったな。いや、いらんねん、いちいち。うるさいわ、うるさいねん。もうちょ、校内放送すんな、もう。問6の問題なんだけど、本当は X に入る数字を求めるはずだったんですよ。そしたら、そう X じゃなくて Y だったんだぞ。はい、すいません。なんでですよやん。なんで今ですよで言うたんや、訂正を。ですよすな。僕のノリが間違っていたことを訂正します。いや間違ってるわ、めちゃめちゃ間違ってるわ。テスト中にですよすること自体間違ってるわ。えこれあかん、全然わからんな。もう難しいな、もう全然解かれへん。いやもううるさい。3年生にお知らせします、はい、今年の修学旅行は2泊3日で水島コンビナートに決まりました。嫌、うん、やわ。いややわ、水島コンビナート行くの収穫旅行。いや岡山は行きたいけど、なんで水島コンビナートやねん。工場しかない、2泊3日も持つかそんなもん。絶対行きたないな。もううるさいわ。いやもううるさい。今日の朝、斉藤先生の車が何者かによって傷つけられました。知らん。心当たりのある生徒は職員室まで。もうヤンキーか誰かやってやろ、うるさいな。
先ほどの車の件ですが、うん、今泣きながら校長先生が名乗り出ました。いや校長やったんか、どんな学校やん。いや、いじめられてたんかな校長、斉藤先生。何してんねん校長。カーとツアーもあーもううるさい。校長先生の机の上にうんこをしたやつがおる。いや誰だね、職員室で。どんな学校やこんな、むちゃくちゃやな、顔ばっかりやな。今泣きながら校長先生が名乗り出ました。いや校長やったん、どうかしてるやんもう校長。いや転校しようかなもうこんな学校。テストの邪魔をしないでください校長先生。いや校長やったんかい。